ごきげんようじ、おはようじ、どうも、こんどよじです。今日はですね、えー、まあ、メンズメイク初心者さんに送る、若手俳優風女子受けメンズメイクを紹介していきたいと思います。よかったら最後まで見ていってください。はい、ということで、早速やっていきたいけれども、まずは、えー、化粧水で、 え、肌を保湿しました。まあ、メンズメイクというか、ま、普通にメイクする前はね、絶対に化粧水乳液だったりとかを塗って、あの、カサカサの状態から、BB クリームとかファンデーション塗っちゃうと、マジで、もう、ノリが悪すぎて、もう、もう、全然湧かないダンスフロアって感じなんですけども、基本的にさ、メンズメイク初心者さんって、もう、そのまま、その、ま、顔を洗って、 まあ目当てて塗ればいいいかとと思思ってる人多いと思うねんけどやっぱ朝メイクする前は絶対保湿をしてください今回保湿に使ったのはこれえっとねルチャカクタスのオールインワン保湿美容液ってやつやねんけどなんかこれはね化粧水と乳液と美容液の効果が1本に含まれてるやつやねんけども結構ねジェルあのこうプロンプロンわかるかななんかほんまにジェル状美容液やからこうしっかり濡れて結構サラサラした美容液とかやとさ こう塗ってる時にわーって指の間からこ,うこぼれ落ちるみたいな感じの方がめんどくさいというかまあもったいなく感じる人が多いと思うねんだけどこれやったらまあ1本でまあ化粧水乳液美容液が完成するんで結構これはねいいと思いますでなんか匂いはちょっとなんかメンズコスメっぽい感じの匂い爽やかなオアシスグリーンの香りうんなんかメンズコスメというかまあメンズのスキンケアやなーって香りはねんけれどもに匂いは個人的にあんまり好きじゃないけどこの保湿力はね結構好きです しっかりと吸い付く感じになります。で、今回使う BB クリームはこちら。コスメティッククゼムムの BB クリームですこの BB クリームは1本で6役の役目を あのー、になってる何わからんけど、6薬え、効果があるんですよ。何かというと、化粧下地、ファンデーション、コンシーラー、日焼け止め、美容液、保湿効果の6薬ということですね。まあ、BB クリームはたいまあ、1本で何役もできる、結構めちゃめちゃ便利なものやねんけれども、これは、あの、6薬以外にも、ブルーライトから肌を守ってくれる、ブルーミライトっていうものが入っております。ちょっと説明する前にも塗るわな。こんな感じで、色味は俺の肌よりちょっと、 暗い感じかな。まあ、でも俺、手とさ、顔の色が全然違くて <laughs>、めちゃめちゃ肌に赤みがあるタイプの人間なんですよ。これだけやと結構肌が暗くなりそうなんで、明るめの化粧下地を先に塗っちゃいますね。ほんまはいらんねんけど、ちょっと、あの、 肌の色を赤みをを取る下地を先に塗ります赤みがちょっと取れたから、BB クリームを塗っていくんやんけれども、BB クリーム塗るときのポイントは、もう、こうなんか、なんやろうな、手のひらに出してビャービャーっていうのは、まあもちろんダメで、内側顔の内側というか、この、あのー何、何内側に塗ります <laughs>。でも、こんぐらいでいいかな、大体。ちょっとまあ結構さっきは出しすぎてんけど、ほんまに指にちょんって取って、なんかさ、レンズが汚い。ちょっと待って、服は。 で内側から外側に広げるように塗ります。でこの時ちょっと小鼻のあたりとかはさトン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 って叩きながら塗った方があの小鼻の毛穴がしっかりカバーされます。まあなんかスーって塗るだけでもいいんけど、俺は割とこう塗りながら叩きながらみたいなダブルでやります。こう 塗ってて叩いいみたいな感じ結構ねメンズメイクでね失敗しがちの人はこ,うここら辺にもガッツリ BB クリームを塗っちゃってもうほんまにのっぺりみたいになっちゃう人が結構多いねんけどあんまりメイク道具が揃えられへん人はやっぱり BB クリームだけっていうのが多くなると思うねんだけどそうなるとあの顔の中心部分だけ塗ることをお勧めします。俺ぐらい肌の色が白い人はちょっとあんまりこう肌色に合えへんけど標準的なメンズやったら全然合うと思う。結構カバー 力はしっかりありあますちょっと俺ここのニキビ跡が気になるんで気になるニキビ跡にはベビークリームをちょっと少量手に取ってトントントンと軽い力で叩きますでも本当にこのここら辺とかここら辺とかはもうほぼ塗ってないというかもう。 そんぐらいに等しいぐらいにで大丈夫です。まあフェイスラインのニキビとかが気になる人は塗ってもいいけど、あんまりおすすめはしないですね。やっぱこういう白い服とか着てたりすると、こちょっとこうなんか、あの、ビートたけしさんのモノマネとかした時に、ここにやっぱりこのファンデーションがついちゃうじゃないですか。でそれがやっぱりメンズの悩みやと思うんだけど、そういう人はほんまにここは塗らんわい。どんだけ荒れててもね、もうしょうがない。それはもう、しょうがないです。 めっちゃやっぱ付け心地が BB クリームなんで軽いっすね。なんかさ、ファンデーションとかやったりするとちょっとなんか、あ、塗ってるわーってなって、ちょっとなんか重ためというか、な感じやねんけど、この BB クリームは結構軽い付け心地で、まあ塗っててもそんなにこう、なんやろな、肌の呼吸ができてない感がないというか、なんというか、ちょっとまあ説明しづらいんですけど、結構軽い付け心地。で、肌のテかりも適度にカバーしてくれるから、セミマットみたいな感じになっていいと思います。これは SPF25 の PA2 プラスなんで、まあ一年中ね、 めは塗らないといけないんでこういうのを使うとねめんどくさくなくていいよね完全にめちゃめちゃカバーしてくれるっていうのはまあもちろん BB クリームなんでないんですけれどもある程度のカバーはしてくれるからまあメンズの人は全然これで十分かなって感じでスポンジはちょっとムラを整えていきますまあスポンジは何でもいいねんけど100均とかでもいいねんけど俺はこれ &B のやつ使ってます塗れたら結構この BB クリームが唇の上についちゃって顔色がめちゃめちゃ悪い人になってるからこれをウェットティッシュとかで取ります 結構メンズメイクあるやでよね。唇の上まで塗っちゃって、血色がなくなるパティン。多分こんぐらいやったら、俺個人的にやけど、バレへんと思う。どうやろう。 まあでも別にさ、なんか最近バレないメンズメイクがさ、やっぱみんないいですけども、もちろんね。でもね、バレてもね、別に何も言われへんよ。今の、今の時代は多分、え、なんでメイクしてんのとか言うやつは、うっせえてめえもしてんだろう,うっせえって言ったらあげればいいんですよ。え、男なのにメイクなんかしてキモいとか言われたら、みんなが知ってるドラマとかで見る俳優さんも、メイクしてるんだよ。知らないの って言ってあげればいいと思います。プライベートで俳優さんがしてるとかは置いといて、やっぱり俳優とか僕らみたいな舞台役者は、やっぱ舞台に立つ時だったらテレビ出る時はある程度やっぱりメイクはしてるので、なんか、よく見せたいためにメイクして何が悪いんだよっていう話やんね、ほんまに。 でも今回やるのはほんまにガッツリというか、俺の普段のメイクよりは全然ナチュラルな感じでやるんで、あの、挑戦しやすいと思います。で、次は眉毛。眉毛はほんまに人間の印象をよく変えます。ということで、こちらの方を変えていきます。ブリリアージュアイブロウパウダーってやつやね。まあなんでもいいですよ。眉毛は、眉毛アイブロウと言われるものであれば。なるべくチップとかよりもこういうお筆のものをね、あの、選んでください。まと、あ、元々ある眉毛をちょっと力強くするって感じかな。ズーム あんまりカメラの性能が良くなくてここまでしかアップできひんかっただからまあ,あの切り取ります切り取ったらでもちょっと画質悪くなると思うけど許してくださいまずはこういう濃い色を筆にとって下のラインをねちょっとこう描きます若手俳優さんは結構キリッとしたしっかりした眉毛のイメージなので なんかね、ほんまにね、力加減は、めちゃめちゃ優しくでいい。こう、なんか、さささって、こう、毛を描くぐらいの、みたいな。だから、まあ、めちゃめちゃ弱くでいい。あんまり強くすると、あのー、濃くなりすぎちゃうん、ね、で。で、眉尻も、このね、眉尻とかもね、しっかりと描きます。こんな感じ。こっちもやっていきます。 いこんな感じで眉毛かけたらマイマスカラをしますマイマスカラはあんまりなくてもいいねんけどあったらほんまにちょっと垢抜けるからあの使うといいですよ自分の髪色よりもちょっと明るい色を選んでやってくださいこんな感じこっちのちょっと力強いよりもちょっとふわっとしたやろほいほんで俺の場合やねんけどちょっと涙袋をね描かないとねもう本当になんかのっぺり顔になっちゃうんで描かしてくださいでアイメイクやねんけどもこういうさまあアイブロウの濃い色をとって ちょっと目尻の延長させるぐらいなんかもともとここか影ですけど影ですけど何かみたいに見せるナチュラルに見せるんやったらこういうパウダー系で影をつけることをおすすめしますいやでもさ若手俳優風とか言ってるけどさ誰かをイメージしてるわけではないんやけどちょっとなんかこうみんなが好きなイケメン風というかなんというかまず髪色の時点で無理やんな若手俳優風っていうのはちょっと待ってでもなんかヤンキー映画に。 え出演することになった、えー、若手俳優 <laughs> って感じまあ俺舞台俳優やってんねんけどどんな役をやりたいですかって言われたらやっぱり恋愛ものよねでも俺恋愛ものでも多分主役級は無理やねんかまあなんか顔がまあ主役級は無理やねんやんかとか言ってサブキャラは無理やけどさなんかちょっと と、こう、主人公の女の子がおって、で、その男の子が、その主人公の女の子に惚れちゃって、で、なんか、その女の子も、ちょっとこっちに気持ちがいってんねんけど、俺は、こ、恋の主人公の男の子の親友みたいな。で、なんか、で、ほんまはこの子のこと好きやけど、この子のために言えへんみたいな。けんっってさ、今好きな子いんの。<laughs> そうなんだな。とか言って、もう一人で家で。 これら最後にリップ。リップはね、まあまあそこまでのあの色味がついてるやつはどうせ皆さんお嫌いでしょうということで、この <laughs>、え、めっちゃ色ついてるやんって思った、このエティセのリップエディションプランパーっていうやつを使います。え、めっちゃ色ついてるやんって思ったそこのあなた、こんな感じなんですね。これで唇の縦線もちょっと消えるし、カサカサでもなくなるんで、で、このプルプルがちょっと気になる人は、こうティッシュとかで、うん、 よしこんな感じで若手俳優風女子受けメンズメイク完成でございます俺の中ではめちゃめちゃ薄い方ですよ俺にとってはめちゃめちゃナチュラルですけどねでこのコスメティックゼムやねんけれどもちょっとティッシュでねお肌を抑えてみますうん 全くつかにゃい本当に本当に本当で本当でこれはもうついてないんですよちょっと光で飛んで見にくいかなもう一回やるねはいパウダーせえへんくってこんだけつけへんのはめちゃめちゃありがたいなマスクにもつけへんとはもううん塗ったよな俺 BB クリームほんでなんかブルーライトカットしてどないすんねんって思う人もおるかもしれんけどブルーライトって意外と紫外線よりもお肌の奥にグンと入っちゃう 結構お肌にも悪いからブルーレイトがカットできるのはめちゃめちゃありがたいあ落としちゃったごめんねでこのコスメティックズイメージけれどもドン・キーホーテル先行発売してるみたいやから気になった人はぜひ買ってみてください女子受けって感じ白のタートルネックってで今回使った BB クレーンの詳細は概要欄に貼っておくのでよかったらチェックしてみてくださいそれでは皆さんまた次の動画でお会いしましょうバイバーイ